はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリフィッシュです。では今回はアーツオーバーヤホー現代モッド、中国共産党プレイ、新しく始めていきたいと思っています。で、現代モッドでプレイをしていきますので、画面の右上に出ている、月日の部分なんですが、2017年1月1日になっています。で、現代モッドの場合だと2つ開始時期選べて、1つが2010年、そしてもう1つが今回プレイをしていく2017年と2つ選べます。今回は2017年でプレイをしていきます。で、中国でプレイしていく場合の2017年の国家ツリーなんですけども、まず一番最初にお話ししておかなくてはいけないのが、ちょうど画面の中央に出てますが、一つの中国政策に関するツリーになります。で、これは、リアルな現実世界でもたびたびね、話題になっている一国二制度、あるいは一つの中国、そういう考え方がこのツリーに反映されてまして、2017年の場合だとすでにツリーが進んでいて、一国二制度、こちらですね、こちらの方にもツリーが固定されているという状態です。なので、この先ですね、実はツリーを下にずるーっと下げていくと、強制的にですね、台湾と対立を深めていく、ツリー分岐が用意されているんですけども、もうこちらが選べないという状態になっています。なので我々が選べるのがですね、2017年の場合だとこの一国二制度、画面の左側に入ってきている台湾との対話以下に進んでいくというのが、この一つの中国政策に関わる国家ツリーになってます。で、この現代モッドでもう一つ重要なことがあって、例えばですね、今ちょうど台湾の話が出たので台湾で見ておくとですね、この宣戦布告、あるいは戦争目標の正当化、戦争するために必要なこの2つの行為を行うためには、国際緊張度が 55% 以上ないと中国の場合だと手が打てないという内容になっています。じゃあこの国際緊張度どうなってるかというと、画面の右上、ここに 9% って出ている、これが国際緊張度になってます。今2017年だと 9% しかないんですね。これ 55% に上げるのは、様々な要因で上がっていくんですけども、容易ではない。 55% まで上げるのは、あるいは上がるのを待つのは。なので、本来であればこの国家ツリーの中でうまく戦争を仕掛ける、あるいは戦争を勃発させる、そういうツリー選択肢を選んでいく必要があるんですが、そのうちの一つ重要な台湾政策に関してはもう固定されてしまっているという状態です。で、じゃあ他に何が打つてないのっていうところなんですが、一番手っ取り早いのがですね、この第二次朝鮮戦争を起こさせると。で、これは何かというと、北朝鮮が韓国に対して宣戦布告をさせるという内容なんですが、仮にこれ突き進んだ場合ですね、文字通り北朝鮮が韓国に宣戦布告するんですけど、韓国はアメリカから独立訴訟を受けているので、仕掛けられた側である韓国はアメリカ軍と共に戦ってきます。で、当然北朝鮮側についている中国は北朝鮮に師団を送れるんですが、限定的にしか送れないので、北朝鮮がアメリカ韓国連合軍に叩き潰されてしまうので、これもあまりいい策ではないんですね。なので今回はですね、じっくりと国際緊張度が中国に依存しない形で上がっていくのを待ちつつですね、政治力を貯めて中国の影響度をどんどん高めて、来たるべき戦争が来たら一気にアメリカに対してね、挑発行為を行っていくというのをやっていきたいと思います。なので最初に国家方針の進め方ご説明しておくとですね、まずは習近平体制をさらに強固なものにしていくということから、この権力集権化、憲法改正、そして任期撤廃、この3つをまず入れていきます。で、これなんでこんなことをやっていくのかというとですね、この現代モッドの場合だと政治ポイントを使ってですね、
影響力を高めることができるんですね、他国に対して。例えば、ちょうど今ベトナム選んだので、ベトナム見ておくと、これ政治力100を使って中国の影響力を、プラス8、この場合だとプラス8ですけども、プラス8高めることができると。今、ベトナムに対して一番影響力を持っているのはアメリカなんですが、これをね、政治力を使って中国に変えることができると。こういう政策が、実は政治力を全部使うので、政治力を高める国家ツリーをね、進めておいて、国際緊張とか高まってきたら、そこで一気にね、その影響力を使って、戦争のね、ど真ん中に躍り出ようというふうに考えています。なので、まずはこの権力集権化を進めていきます。で、あとは新しいレジスタンスのモッドも入ってますので、いわゆる諜報機関、これも入れておきます。そして、もう一つ重要になってくる研究なんですけども、中国やっぱり人口が多いので、物量で勝負したいというのはあるんですけども、いわゆる師団編成の中で、もう歩兵っていうものがやっぱり考え方としてなくなってます。全部機械化歩兵みたいな形で、本当に徒歩で歩く歩兵っていうものはなくなってますので、ある程度の質と量は必要になってくるということからですね、研究のツリーもですね、少しこの先を見据えたものを選択していく必要があります。なので、5つの研究枠を持っている現代中国なので、3つが産業工業、2つが兵器。こんな形でね、進めていこうと思っています。じゃあ具体的に何を入れていくかなんですが、発展型コンピューティング。まあこのあたりは研究速度が上がるものですね。で、もう一つ絶対やっておかなきゃいけないのが、生産効率の上限アップ。これもね、入れておきます。で、これ入れておくと、まあ文字通り、生産効率が上がって、まあ少ない、工場であっても、効率よく、より多くの兵器を作ってくれるという内容です。なので、このあたりはね、積極的に入れておきます。もう一つ、何を入れるかというと、ここはもう、陸軍の装備をね、最初に入れていきます。歩兵装備と現代戦車。これを入れておきます。いずれもね、300日超え。現代戦車に関しては約2年かかるプロジェクトになっています。で、外交方針に関しても先にお話しておくとですね、まずは、ロシア。ここは、当然、アメリカと戦っていく上では、ロシアの後ろ盾というか、もうロシアと対等だとは思うんですけど、ロシアに対してね、しっかりバックアップの依頼ができる状態。さらに、アメリカと対立するイラン。こことも繋がっておきましょう。そして大国インド。インドが敵に回ると非常に厄介なので、インドですね。そして、フランス。ここは EU 諸国っていう一括りでやってしまうと、もう全然政治力足りなくなってしまうので、イギリス、フランス、ドイツといったところですね。で、今ドイツに対して関係改善を送るにしても政治力が3しかなくて送れなくなっているという現状なので、やっぱりね、政治力をしっかり貯めていく必要があるのかなというふうに思っています。で、民主工場、軍事工場、あとは海軍造船所はこの後、9に入れておきます。で、軍の再編も行っておきます。で、ベースとなる軍の師団編成なんですが、もちろん今全然陸軍の経験値持ってないので、あまり変えることができないので、オーソドックスにね、一番最初は、あるものをうまく使っていこうかなというふうに思っています。では、このまま時間を進めていきたいと思うんですが、実は、2021年まで戦争を起こすことができない。それは先ほどお話した国際緊張度の問題なので、ここはね、一気に国際緊張度が高まったところまで、スキップしていきたいと思います。はい。
一旦時間をね、2018年6月まで進めているんですけども、早くもアメリカと中国の間に不穏な空気が流れてまして、アメリカが領海内で攻撃的なパトロールを行っているという報告が上がってきていて、国際緊張度を高める手段の一つとして、二つの選択肢のうち、まず一つ目、戦争の危険を犯すべきではない。これ、政治力100を使って穏便に一旦ね、日和見主義というか、見て見ぬふりをするというか、ことを荒立てないと。もう一つが帝国主義者を追い出せということで、これやると国際緊張度が2増えますという内容ですね。もちろん、アメリカとの対決を念頭に、ミサイル駆逐艦を撃墜しましょう。撃沈ですね。しましょうという方を選択してみましょう。というのもですね、ロケハン何回かリハーサルやってるんですけども、国際緊張度がね、上がるのが今回少し遅いかなという感じがしてます。南シナ海での緊張状態で今 2% 上がってようやく 10% というとこですね。で、我々が何をしてきているかというと、国家方針なんですが、一応今南シナ海でベトナムの服従を要求まで一気に突き進もうかなと思ってまして、今、人工島の造成、ここに進んでいこうと思っています。で、この後、緊張を強めるっていうね、ものにも入っていけるんで、一旦このツリーを深めていこうかなと思っています。ちょっと待ってくれ。これ、いきなりだけどさ、アメリカと戦争になっちゃったな、さっきのやつで。マジか。駆逐艦を、撃沈したことによってアメリカとの戦争になったわけだな。いや、ちょっとこれ思ったよりも早い展開だな。このパターンは初めてのパターンなんで、ちょっと動揺してますが、どうしよう。まずは、絶対に攻められることがない、ロシア側から軍を引き上げて、沿岸の防衛に当たりましょうか。いやー、ちょっと困ったな。軍の方も再編してるんですけど、いかんせんちょっと想定していない速さで戦闘になるな。ロシア側からも攻められることは絶対にないと思うので、やっぱり沿岸の防衛だな。沿岸の防衛に全力を尽くしましょう。こんな形で、戦争になるパターンもあるんだな。ゲーム上の話ですね。実際、リアル社会では絶対こういうことが起きたら大問題になるのは誰の目にも明らかだと思うんですけど、難しながらちょっとゲーム上でこの展開初めてなんで、ちょっと動揺してます。が、これは、最短で2021年の開戦を想定していたものに比べるとだいぶ早い開戦なので、これが意義悪いは別にしてね、ちょっと新しい展開を楽しんでいきましょう。で、一応沿岸の防衛固めましたので、これでアメリカの出方を見ますか。で、我々としては当然、味方を増やしたいところなんですけどね、早速、ちょっと待ってくれ。そういうこと？ワスプ、にダメージを受けたという結果だな。で、28機の生徒か。これを撃墜された形ですね。いやいやいや、ちょっと待ってくれ。となると、もう少し戦力的な部分で言うと、航空機回しましょう。敵の艦隊が動いてる。気配これありっていう状態ですからね。いや、アメリカと戦って勝てるのかっていうね、ちょっと不安しかないけど、この段階で戦争になることはちょっと想定してなかったからね。まあ、腕の見せ所じゃないですけど、なんとかしてね、勝利への道筋を立てていきたいところなんですけど、マルチロール機も戦闘機もちょっと数が足りてないんだよな。攻撃機を多めに出して、
アメリカ海軍の侵入を防いでいきましょうか。あっさり終わるなんてのは嫌ですからね。参戦要求とかもね、していきたいですけど、ロシアに加わってほしいよね。ロシアが対戦に入ってさえくれれば、安心感を持って見てられるからね。この状態だと不安しかない。さあ、どっからでもかかってこいっていうね、ちょっとそういう状況じゃないからね。沿岸の防衛だな。ちょっと沿岸の防衛がまだまだ手薄な感じがするんで、とにかく沿岸の防衛を強固に強固にしていきます。で、こんな感じでね、沿岸に防衛戦力を置いて、アメリカ軍の侵攻に備えます。で、海軍のも実は再編をしてあります、もうすでにね。なんで、この海軍戦力をうまく使ってですね、戦っていきましょう。香港からの戦争に参加要請。いや、香港が我々の味方をしてくれるのか、ありがたいな。で、香港が危ないよね。香港が参戦してくれるのは嬉しいけど、サクッと香港が落ちる危険性があるからね。少なくても香港が陥落しないように気をつけましょう。さて、アメリカ軍がどういう動きをしてくるのか見ものだな。どん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 参戦してもらいたいからね。ロシアにはどんどこどんどこ関係改善を行って戦争にね、参加してもらいましょう。まあ、幸いまだアメリカと中国っていうね、構図になってますからね、体制的には。戦力的にはね、余裕があるわけではもちろんないので。しかも相手はアメリカ軍ですからね。偶発的なアメリカ海軍のミサイル駆逐艦の撃沈から始まったこの戦いですけど、まずはアメリカ軍の出方をね、しっかり伺っておきます。で、ベトナムとかこの辺りに対しては政治力多少余裕があるので、まあダブ付きがあるので、ここは影響力を行使しておく。タイもなぁ、遊びに行きたいよなぁ。本当に全然ね、遊びに行ける雰囲気じゃなくなってしまってますからね。ロシアからの不可侵要請。まあ、これはいいでしょう。ロシアとのことを構えるつもりはない。むしろ、ロシアがね、戦争に参加してほしいなっていうぐらいですから。さあ、緊急入電、大型艦。いやー、ここは本当にアメリカ軍とがっつり去ってたかった感じになってきちゃってるね。ここは一度修理に、まあ、出しておくしかないかな。ただ、修理に出した場合に、これ、どこまで
耐えられるかっていう問題もありますからね。ただ唯一の母艦、これが撃沈される、実は、中国海軍今母艦、いわゆる空母ですね。一隻しか持ってないので、この空母がやられるっていうのはね、避けたいんですよね。ここは修理してもらいますか。いや、なかなか頑張ってる方だと思うけどね、沿岸の防衛っていう意味では。しっかりと。ただ落ち着いてね、見てられる状況ではないですよね。ただここでも、アメリカ軍のミサイル駆逐艦撃沈してるしね、頑張ってるよ。ただこの海軍戦で敗退するようなことになると一気に雲行き怪しくなってくるからね。ちょっと戦力を集中していきます。何をするかというと、もう沿岸の防衛に専念。少し影響力が落ちたとしても、南シナ海は一旦置いておいて、一度全艦隊を南シナ海に集結させましょう。それくらいのね、戦力の集中運用をしないと、アメリカ軍は撃退できないでしょうと。こんな感じでがっつり沿岸の防衛に海軍を割きましょう。これだけの戦闘が行われてますからね、もう。いやー、でもがっつり落とされてるなぁ。マルチロール機4機ってなってる意味がちょっとよくわからないですけどね。これ見ると BC なんで。巡洋戦艦のようにも見えますけど、まあ、ここは少しね、現代モッドがまだ追いついていないところかなと思いますので、しっかり、アイコンではなくて中身で確認をしていきましょう。いや、ミサイルフリゲート艦、駆逐艦とかバンバン沈められてるもんな。ここはもうちょっと数を増やして、航空機ですね。使える航空機をちょっとでも増やして、アメリカ海軍をなんとか食い止めるっていう動きが必要かな。だいぶ我々の艦隊やられてますもんね、これ見るとね。ここだけでもだって相当数の艦艇、フリゲート艦はじめ沈められてますからね。ミサイル14艦1、ミサイル駆逐艦7、揚陸艦が2、ミサイルフリゲート艦が14、ミサイルコルペットが1。いや、相当沈められてるぞ、これ。いや、舐めてたなぁ。いや、これ本当に、あれですね、航空戦力の増強が急務だというのがよく分かったので、ちょっとでも多くの航空機を配備できるようにしていきましょう。東シナ海でね、やっぱり重要なのが。なので、攻撃機中心に少し配備数を増やす。といっても攻撃機、余剰戦力は120か。120しかもう残ってないっていうのもちょっと驚愕というか怖いですね。東シナ海で120機新たに航空戦力を増強したというオペレーションですね、今は。いや、もう本当にね、例年だったら、今頃は、ちょうどゴールデンウィークど真ん中なんで、
タイに遊びに行ってね、楽しく過ごしてる頃だと思うんですけど、今年に関して言うとそういうわけにはいかずね、しっかり引きこもってゴールデンウィークを迎えているわけなんですけど、まあ幸いね、僕は、まあ、外資系のメーカー勤務なんで、休業とかっていうことはないし、ボーナスもね、まあ、インセンティブ分、まあ、ぶっちゃけ話すると僕の場合だと、まあ、夏と冬、それぞれ、ベースの3ヶ月分、プラスアルファ、まあ、大体業績連動で1ヶ月分が出て、4ヶ月。夏冬合わせて約8ヶ月分ぐらいのボーナスが出るんですけど、今年はちょっとね、その業績連動分、インセンティブの部分が多分出ないんじゃないかなと思うので、このコロナショックっていう意味で言うと、タイに遊びに行けないっていうのはもちろんあるんですけど、ボーナスがね、まあ、多少減ってしまうっていうのもあるし、まあ、何よりも金融資産ですよね。まあ、そんなに多くは持ってないんですけど、株とかね、まあ、仮想通貨とかがボロボロなんで、もうちょっとでも早くね、復帰してもらいたいかなと思うんですけどね。で、北朝鮮との不可侵条約は一旦無視だな。資源不足はない。タングステン。これはチリから。いやー、できればロシアがいいな。実体に欲しいです。輸送船団が襲われるリスクがありますからね。ウクライナが傀儡化された。これで 44% になってる。で、注意しなきゃいけないのが、アメリカ軍が上陸を仕掛けてこないかどうかっていうところですよね。いや、これ思った以上に海軍戦力がやられてるな。もう目減りしてますからね。見るからに。で、本当に注意しなきゃいけないところで言うと、いつ上陸されてもおかしくないので、沿岸の防衛と、すぐに欲しいのが、マルチロール機か攻撃機が数欲しいですね。ここでもね、敵のミサイルフリゲート艦2隻撃沈してますけどね、味方の方も30機失ってますからね、戦闘機を。この勢いで減っていくと、まあ非常にまずいなという感じがしますよね。アメリカで言うとここだよな、ここ。沖縄にアメリカ軍の基地があるっていうのがよろしくないよね。ここに侵攻するっていう選択肢はあるのかな。上陸するっていうね、選択肢。ここで上陸できないようにしてしまえば、あ、というか、まあ、アメリカ軍のね、沖縄基地を排除してしまえば、アメリカ軍の、この、東シナ海での拠点をなくすことができますもんね。となると、当面の目標はこの、アメリカ軍の沖縄基地、ここを、奪い取る。これを最初の目標にしましょうか。ね、ロシアも軍を送ってくれるようだし、まあ、少数の手段ではありますけどね。こんだけ沿岸の防衛を固めてればアメリカ軍とてそうそうたやすくは出てこれないでしょう。で、マルチロール機なんだよね、ここ撃墜してるのが。味方の方は原子力潜水艦ではないものの通常動力の潜水艦9を失ってる。いや、これ早めに始末しないとまずいことになるよな。ここだよね、在日の米軍基地。ここを潰したい。あとどんだけのアメリカ軍の艦隊がうろついてるかっていうのも気になるしね。さて、困ったね。まあそうか、ここ100機ですけど、
国家方針採用したことによって100機配備できるようになってるね。ここに100機だったら、マルチロール機か攻撃機かが欲しい。いや、持ってないな。マルチロール機がない。くぅ。となると数が欲しいよね。まあ、大した数ないんで。近接航空支援機をここに配備する意味もないしね。生産ラインを見直しましょう。生産ラインの中で、今欲しいのがマルチロール機欲しいので、マルチロールの数をこの後増産します。で、余っているものがあるかというと、大してないな。建設機もですね、もうご覧のようにいっぱいいっぱい入ってるんで、まあ、なんとか耐えるしかないかな。ゲーム上だからね、こんなのんびりなこと言ってますけど。偶発的な戦闘から、まさかこんな展開になるとはな。でもやるなら早めの方がいいよね。この沖縄攻略に関して言うと。はい。ではね、いい時間になりましたので、今回、当初想定していたのは2021年にベトナムへの侵攻、ラオスへの侵攻を想定してたんですけども、東シナ海で、アメリカ海軍と偶発的な戦闘から一気に開戦という形になって、まあ、しまいましたので、この戦いをね、勝ち抜くために、まあ、外交、もちろん軍事力含めてね、あらゆる手を使って、戦い抜いていきたいなというふうに思っています。じゃあ最後にね、原油戦力確認をしつつ、あとですね、国家ツリーの方なんですけども、今人口と、造成終わった後なんですが、どこに進むかっていうのをね、ちょっとお話をしながら終わりにしていきたいと思います。で、冒頭お話していた、この、近平さんのね、独裁体制の強化に関してはうまくはまっていないので、ちょっとここは一旦放置してですね、他じゃあ何するのっていうところなんですけど、まずですね、革命の保存っていうこの大きなツリーの下で言うと、例えばインターネットの弾圧とかね、ウェイボーとかね、あるんですけど、まあ、ここに進んでいくのも今は戦争下なのでどうなのっていうのもありますしね。ウェイボーちなみに僕やってますけど、全然フォロワーさんはついてないですけどね。中国版ツイッターみたいなもんですね。で、この後、アメリカ軍とうまく付き合うっていう選択肢はもはやなくなったので、味方を増やすっていうね、選択肢をちょっと考えていく必要がありますと。やっぱロシアにうまく参戦してもらわないとね、話にならないので、外交としては、まあ、しっかりとロシアに対してね、参戦してもらえるような働きかけをしっかりやっていこうと。そうなるとここかな？軍事協力に重点。いや、まさにこれだ。これに入っていきましょう。軍事協力入っていって、技術共有をして、ロシアとパートナーシップを結び、CSTO と統合。これが最高のパターンだね。ちょっとこれに入っていくための条件確認しておきます。経済協力、政治協力に重点との択一式。そうか、もう経済協力に入っちゃってんだな。ただ、この場合でも、政治協力に重点が必要。ちょっと待ってね。この次、選択をして、やっぱり CSTO との統合に入っていくっていうのが理想なんで、ちょっとこのパターンをね、確認して、どう進めていくかっていうのをね、次やっていこうかなというふうに思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきます。はい。
最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。